はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。来ましたね、予告でリミットレギュレーションと一部のスキルの仕様変更あたりが来ました。スキルの仕様変更っていうのが予定日が7月18日ですね。で、リミットレギュレーションが7月26日っていうところで、世界大会前にちゃんと、被せてきたっていうか、まあ世界大会に間に合うようにやってきたかなっていう風な印象を受けております。まあこれの煽りとか、あとティアリストとか変更あると思うんで、その辺を見ていきたいと思います。まず、一部のスキル仕様変更についてっていうところなんですけれども、まずですね、変更するスキルっていうのが3つあります。仮面魔獣の下準備、とフライング規制と3本の光の柱、これまだ俺取ってないんだけどね。なんか実装されて2日で規制っていう最短規制記録更新みたいなっていうのがこれですよね。リーフフェアリーを超えたっていうこのスキルね。まあ、なんかようわからんけど、勝手に規制されたわ。で、サブテラーの下準備ですよね。まず、規制されたのは、ごめんなさい。仮面魔獣の下準備。これが、まあ、強すぎたよね。一枚戻して、仮面生成ってどう考えても強えわっていう。それが、ですね、次の相手ターンの終了時まで、自分はデスガーデュース以外の通常召喚、特殊召喚できなくなると。要は、サブテラーの下準備が、仮面魔獣の下準備に変わったっていう、本来の使われ方しようぜっていう話ですよね。そのターン特殊召喚できなかったんだけど、相手ターンに戦士がピュンってね、リグリアードとかに逃げることできたんだけど、それしたらダメよっていう感じですよね。それ以外は守備表示で出すっていうぐらいです。まあ、これによって実質サブテラーで使えなくなったから、まあ、その後のサブテラー回してみたんだけど、結構要求値高いわ。要求値高いっていうかな、いろいろ問題あって、サブテラーを、の動きを今まで通りするだけだったら割と差し支えなかったりはしたんだけど、迷宮作成とかでね、代用できるから。ただ後ろ引けないんよ、罠を。で、罠引けないサブテラって基本的にあんま強くないよね。だから微妙かなっていう風なのは思いました。あとフライング規制ですよね。まあ、初期手札でパラサイト、規制中パラサイトを、規制させる相手のデッキってやつだったんだけど、自分のデッキに昆虫族4種類以上存在する場合のみみたいな感じですよね。うん、これね、サブテラとかいなくなったりとか、リミットレギュレーションとか入ったりとかで、まあ、環境でちょっとね、いわゆる6系のデッキが増えてくることを懸念したのかな？わからんけど、まあ、そういったところがあって、このフライング規制が、早めに規制食らったのかなとは思います。フライング規制だけに。おもんな。で、あと3本の光の柱、まあ、なんか勝手に規制されましたね。っていうのが、スキルの仕様変更です。あと、リミットレギュレーションなんですけど、リミットレギュレーションの、適用内容なんですけど、よいしょ。まず、ラピスラズリーですよね。まあ、ブロックドラゴンが入ってきたことによって、ジェムナイトの先行ワンキル率めっちゃ上がったんよね。だから、そういうこともあって、ラピスラズリーの規制があったんじゃないかなと思います。まあ、これがあることによって、先行ワンキルは、まあ、ほぼできない。できないよね、多分。うん。よっぽど変なことをしない限りできないから、ラピスラズリーの効果3回使うっていうのが、先行ワンキルの形やったんやけど、ラピスラズリー1位になると、マックスで先行時に使えるのが2回なんよ、効果。だから、まあ、先行ワンキルはできなくなったよねっていうところです。まあ、とはいっても、ジェムナイト強いとは思うんですけど、まあ、ラピスラズリーは規制があったと。であと、小悪メールの混合格とアマケンですよね。まあ、アマケンに関しては、まあ、要は6系のデッキが流行っちゃうとめんどくさいっていうところが運営としてあるんじゃないかな。うん、そういうバーン系のデッキを規制するためにも、フライング規制と一緒にこいつ規制食らったんかなとは思います。まあ、アマゾネスとかがね、また台頭、サブテラがいなくなって台頭してくるとっていうところを考えると、アマゾネスで、フライング規制とアマゾネスの剣士って結構入ってくるから、まあ、そこの規制を見越したんかなっていうのは思ってます。まあまあ、早めに手を打つのはいつも早いですよね、運営は。で、混合格リビニ、これで、ね、すごいグッジョブだったんじゃないかなと思います。まあ、なかなかパックさん、メインパックの UR、あ、ごめん、SR か、規制多分今回初めてだと思うんですよ。多分ね。だって、狡猾局所でしょ今まで。あれ、ミニだから。メインの SR っていうのが、すごいよね。これ。まあ、ちょっと多様性っていう意味では、少し変えてたから、まあ、ここの規制は良かったと思うよ。でもね、でもなんだけど、ここのリミット解除、いやみたいな感じでしません？まあ、確かに、混合格の方が自由なものをサーチできるからいいんやけど、まあ、若干の、あれよね、規制よね、これ。うん。っていう風な感じはしました。まあ、小涌メールの広角で出張小涌、今まであったんだけど、まあ、混合格の方にリミットかかったから、いよいよネオス小涌に広角入んなくなったかな、ぐらいの変化の印象は受けてます。でですよ。
じゃあこの小脇メールの降格リミット解除されて混合格リミット2になって、じゃあ実際小脇メールマキシマムいたじゃないですか。あいつどれぐらい着地しなくなったんっていうところは皆さん気になるところだと思うんですよ。で確率出してみました。皆さん小脇メールマキシマムどれぐらい着地すると思います？で先行時に小脇メールマキシマムって多分出さんと思うよ。だからあくまでもこれは高校時って、考えてもらったら、手札5枚ある状態で小脇メールマキシマム、手札5枚あるって言ったら語弊あるな、5枚ドローして小脇メールマキシマムを出せる確率、妨害なく、妨害されずに考えるとどれぐらい何パーぐらいあると思います？まあちょっと考えていただきたいんですけど、大体でいいです。大体で、まずですね、マキシマムすびきプラス混合格もしくは降格が手札にあるパターンっていうのが、18.54% あるんですよ。で、混合格プラス降格が手札にある場合、要は混合格2枚ですよね、プラス降格3枚、これがデッキの中にあって、あ、ごめんなさい、手札にあって、かつマキシマムがデッキの中に眠ってるパターン、要はマキシマムがハンドにあるパターンまで含めちゃうと重複しちゃうから、マキシマムデッキ眠りつつ混合格2枚降格3枚があるパターンっていうのが 19.82% で、降格とマキシマムどっちもデッキにあるけど混合格を2枚引いたパターン、荷積みのカード、これが 2.3% です。で 18.54% プラス 19.82% プラス 2.34%、 ここを合計すると 40.70% が、マキシマム出せる確率になるんですよ。だから高校時やったら、これ計算間違ったらごめんなさいね、高校時やったら4割マキシマム着地するんよね、この規制の仕方やったら。まあ、十分俺結構確率高いと思うんやけどね、高校時4割着地ってっていう風にはちょっと思いました。だからまあ今のはでも降格3枚入ってるパターンだから、言うてね、言うて小脇メールメインじゃないと結構きついと思うよ。降格が3から2になった影響によって降格をじゃあ次1枚しか入れないみたいなことしちゃうと、その確率ガンって下がっちゃうからきついと思うよね。ただ純粋な小脇メールのパーツとかで組むと、まあマキシマム着地する確率がまあここ4割やわ。そう考えたら妥当なんかな。出張として使いづらくなりつつ、純小脇メールで4割着地、まあ、妥当っちゃ妥当か。うん、まあまあまあそんなもんかな。うん、っていう風な感じです。だからまあ純粋な小脇メール使おうかなって思っている方は参考にしてもらえればと思います。で以上をもって、じゃあ純粋な小脇メールが上に上がってくるのかっていうと、ぶっちゃけちょっと厳しいかもしれんなと思ってます。やっぱね、混合格なくなったことによって、3枚から2枚に破壊耐性がつけづらくなるんよ。そうなると、まあウルナイト降格は揃うと思うよ。ウルナイト降格揃って横にモンス出すことはできると思うけど、そのモンスの維持コストどうすんのっていう、まあ、ウルナイト自体は見せた降格ペッて捨てたらいいよ。でも横に出したアイス、例えばアイスって永続魔法か降格のみなんよ。だから混合格ないと横に出したアイスは維持めっちゃしづらいよね。でウォールサンドだったとしても、その場合は手札にウルナイトかもしくは岩石族がいると、やっと降格1枚切るだけで維持できるんよ。だからそこまでのパワーは昔に比べてやっぱ混合格2枚になるだけでなくなるんじゃないかなっていう風には思ってます。でリミにカード入れれないしね。だからまあ妥当な修正っちゃ修正だと思うんだよね。好評だったら降格1枚の場合、2枚の場合とかも倍分けして出してみたいと、マキシマムの着地のパーセント出してみてもいいかなとは思うんだけどね。はい、じゃあですね、この規制をまあ踏まえた上でどういう風な、まあ、ティアリスト、要は環境の分布になるかっていうと、まあ、まず、環境トップに入ってくるのは、まあ、6ブッシュ、ここは間違いないかなと思います。6ブッシュはやっぱ強いわ多分今で、そこに肩を並べてくるのが個人的なあくまで意見よ。パワーだけで言うと、パワーだけで言うとトラミッド、あと青岩、このあたりかな。6部、青岩、トラミッド、このあたりは強いと思ってます。ただトラミッドが全体数少ないから、まあ少ないっていう意味でティア2かなとは思ってるんですけどね。まあ6部、青岩、6部に強い青岩って感じかなっていう、そこは残ってくるかなと思います。でサブテラーはここから落ちるかなと思っております。でその1個下に
まあてかそこに古代入れてもいいんじゃねぐらいの感じで思ってるけどね。でまあティア2っていうところに古代とトラミッド、を入れても、あとレッスラ、その辺は入れてもいいんじゃないかなと思います。でまあ魔導もここに入ってくるのかな。でもね、魔導はめっちゃ個人的なあれなんやけど、魔導俺好きよ、好きなんやけど、言ってグリモバテルできないとき弱いよね。でグリモバテルできるのって8割ぐらいやん。ってことは2割ぐらいはしんどい戦いが絶対あるんよね。まあ他のデッキでも言ってそうか。まあ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 、じゃあ魔導も一応ティア2ぐらいかなと思ってます。でティア3ぐらいにサブテラーとか、コアキネオスとかかなーっていうふうには思っております。で一個だけちょっとご報告的なやつもあるんだけれども、ですね、よいしょ、一応これがディケイドさんっていう、海外の有名な YouTuber の方で、今回も代表になられた方なんですけど、そこのサイトです。でここにもティアリストあって、まあ大体今言ったような感じのやつがあるんだけれども、ここのティアリスト作ってん誰なんてなった時に、まあこうやって海外のですね、まあディケイドさんのコミュニティで上位にポイントをノミネートされた人たち、要は大会とかで、要は KC とかもそうだけど、そういう、世界中のまあトーナメントとかで、まあ、ディケイドさんが開いてるトーナメントって言った方がいいかな。それとあとはいくつかの、他のトーナメント、要は KC とかも含めて、そういう大会の結果でランキング入るんだけれども、この中に、僕がここに一応プロフィール写真とか送ったんやけどね、まあ反映されてないわ、まあされなくてもいいんやけど別に一応ノミネートされたので、1週間に1回このティアリストの作成に協力することになりました。でこれ3ヶ月単位なんで、多分まあ大会とか出へんかったら、ここから落ちるんやけど、一応そんな感じでやっているので、まあ自分も作ってるティアリストっていうことで、紹介だけさせていただきました。まあそんな感じです。はい。でよいしょ、まあ気になる方はここで、デッキとかね、詳しいデータとかも見れるんで、概要欄貼っておきます。見ていただきたいなと思います。そんな感じです。はい。じゃあ規制についてのお話と、まあ自分が思う環境上位こんな感じになるんじゃないかなっていうところとお話と、まあマキシの着地するお話とちょっとしたご報告でした。はい。ではね、こんな感じの考察とか、こういうラジオ動画系のやつとか、また再生リストにまとめてやっていきたいなと思います。まあツイッターで告知したり概要欄に貼ったりとかしたいと思うので、見に来てください。まあ作業中の BGM とか移動中とか、そういうのに聞いてもらえればいいかなと思ってます。はい。では皆さん見ていただいてありがとうございました。また来てください。